あの原稿もそこで書いてるからもう言ったら、うん、商売の生命線がそこに。そうなんですよ。でこの前書いてて消えていくんですよ。しかもその消え方がねあ消えましたやったらまだあれやけどね、一文字一文字おおおおって止まれ止まらないみたいな。はい、男三匹の美学でございます。はい、ね、今日ご機嫌ですよ。今日はね後ろの方でねなんかプロレスやってるらしくて、やってるしね、今あの歌も聞こえてきてるしね、多分今選手の方が入場されるところだと思うんですよ。あ、入場の音楽が、はい、だから決して僕たちのこれ音楽側で鳴ってるわけじゃないですから ね、 あ、 ないんでね、あの後ろで、後ろでございます。三河公園でね、はい、流れておりますので、やってますけど、やってますけどね。この前大変だったんですよ。はい、うちの母親がですね、うんうん、僕夕方ぐらいに寝てたんですよね。夕方寝てた、ええ、夜からちょっとその今スリラーナイトさんで勤務させていただいてるので、ちょっと仮眠取らないとなんて思って寝てたら、ドアバッとこう入ってきて起こされるんですよ。起きてって、何どうしたって言ったら、その日親はあの伊勢まで旅行に行ってたんで、行ってて、はい、で帰ってきてなんかお土産かなんかかなと思ったら、スマートフォン見せてきてね、動かへんって、うん、で、え、何何よもうって眠たい目こすりながらスマホを受け取ってパッと見たら、うん、電源全く入らないんですよ。はい、全くダメで、うん、ちょ、これどうするって言ってて、うん、そしたらもうこれ買い替えなしゃあないという話になって、買いに行ったんですよ。そこまでは良かったんです。たまたま在庫もあったし、あって良かったと、良かったんですけど、うんうん、ただ親が言うには、うん、ものすごいこの大事なデータが入ってると、うん、僕の飼ってた猫の写真とか、はい、入ってて、ここにしかデータが残してなかったもんやから、うん、携帯を買い替えるのはまあいいけれども、データだけは何としても、はい、って言うとちょっとこうダダこねるじゃないですけれども、データがーデータがーデータがーって言ってて、うん、いやお母さんねってそんだけ言うんだったら、うん、はい、例えばそのデータって携帯の中にだけ入れてたら危ないじゃないですか、はいはい、何かでこう今みたいに電源切れてしまったら、うん、あのもう復旧ができないから、うん、例えばこのチップの方に入れとくとか、外付けでやるみたいな、外付けでなんか入れとくみたいなことって、うん、大事なデータであればあるほどやっとくべきなんですけど、うすね、うん、なんでやらんかってんって言ったら、うん、いやそんな頭全然なくてなって、うん、いやそれやったら聞いてくれたらやり方だって、うん、教えたのに、うん、その時になって焦るんですよ、うん、でその僕ちょっと少しこうきつい言葉ではないですけど、やっとかんとぐらいのことは言うたんですけど、ただねやっぱりその気持ちは分かるなと思って、僕も携帯電話に思えば、うん、携帯電話にいろんな人の連絡先入れているし、はいはいはい、携帯にしか入ってない写真や情報っていっぱいあるんですよ、うん、だから親にそんなこと言うてるけど、じゃあ、はい、いざ僕のスマホが壊れたら、うん、あダメだなって思って、うん、いやそうですよね、帰ってきてからちょっと時間あったんです、うん、パソコンの中にデータをこう入れておいたんですけれども、うんうんうん、まあ親の携帯としては、うん、なんとかあのパスワードが分かったんですよ、うん、前の携帯で使ってたパスワードが分かったので、はいはい、それにこううまいこと情報が紐づいてたらしくって、おうおうおう、そこから写真とかを復旧することができたんです。 LINE も全部よかったんですけど、うん、じゃあそのパスワード僕最初お母さんに聞いたんですよ、うん、ひょっとしたらパスワードで紐づいてたら復旧できるかもしれへんから、うん、はい、分かるって聞いたら、うん、そんなんないよパスワードよく言うやつや、そんなん一切ないって言うんですよ、うん、いやそんなこと絶対ないって言って、うん、絶対なんかパスワードあるはずやからっていうことで、うん、親に前の携帯電話の箱とかちょっと見てもらったんですよ、うん、そしたらわずかこんな切れ端に、うん、パスワード何番、うん、なんか ID 何番書いてて、うんうん、試しに打って、うん、やっとそこで復旧できたんですよね、うん、あっていうことは、はいはい、親が分からへん分からへんを突き通してたら何もなってない、何もなってないんですよ、うんうん、だからこれはまあ少しこう皆さん注意事項というか注意事項なんか偉そうに申し訳ないんですけど、というのもあのうちの YouTube ね見ていただいてる方ってあの 5,60 代の男性がめちゃくちゃ多いらしいんですよ。なるほど、うん、ってなってくると、はい、やっぱりスマートフォンとか苦手な方、僕も得意じゃないですから、はい、うん、パスワード今パッて聞かれたら分からへんし、はいはい、なんでもしねこれご覧になられてる方がスマートフォンねいつまでもあると思うな親と金とスマホっていうことで、はい、本当にね気をつけていただきたいな。パスワードを忘れてる方ちょっと見返したりとか、うん、携帯元気なうちにね SD カードやパソコン、うん、クラウドサービスなんかにバックアップしといてほしいなとか思って今日喋ったんですけど、まあ、いやいや分かるんですけど、
僕も何かというパスワードとか聞かれるじゃないですか、はい、だからパスワードなんてないって言うんですよ。だって記憶がないんだもん。そうでしょう、はい、そうでしょう。えってなって、はい、えそれいつそのパスワードとか言ったんですか、はい、とか聞くんですよ、うんうん、だから一番買う時に何かパスワードとかありませんでしたかって言うから、うん、いやありませんでしたかって言われても、うん、いやありませんでしたって言うじゃないっていう。実際だって普段パスワード入力してないですからね。そうなんですよ、うんうん、であれいよいよ調べていくと、うん、スマートフォンにパスワードを覚え込ませてるんですよ、うん、だからパスワードを覚えてくれてるんですスマホが、うん、じゃあこのスマートフォンくんがやられちゃうと、うん、いわば僕たちユーザーが覚えてくれてるものを、うんうん、スマートフォンくんというこれたたのあの頼りの綱がなくなっちゃうと、うん、ダメになってるって、これがこういう状況で、いやそれ分かるんだけどね、はい、これだけその スマートフォンがね、はい、成長していってるのにね、はい、そんな時のなんかその救済が、うん、その普及策というか、はい、そういったものをなんで考えないのかなと思うんです。あ確かに、うん、スマホが登場して10年ぐらい経ちますけど、うん、だから、はい、ね、いやもしジャンクになった場合ね、はい、もう最後のダイイングメッセージみたいにパスワードを知らせるとかね、うん、なんかそういうようなことをしといてくれたらええんちゃうのみたいな、あそのパスワードもその携帯君でスマホ君が覚えてるんだったらね、はい、覚えたままなくなっていくわけでしょ、はい、だから最後に言わんと死んでいくんですでしょ、だから最後のこの表示に、はい、ゼロなんやみたいな点々点みたいな感じでさダイイングメッセージみたいにあのだから秘密の言葉みたいなね、うん、拾われて誰でもそれダイイングメッセージ分かったらあかんから、うん、ユーザーだけが知ってる何かが画面に最後出た状態で死んでるとかやったら、うん、まあね、だからなんかそういういろいろ考えれるんちゃうかなと思って、なんかもうそれがもう でもあれでしょ多分、うん、その緊急事態でダイイングメッセージ見ても、うん、なんやこれ、いやいや、まあ、まあね、だそうやけどちょっとまあメモしよっかぐらいには思うかもしれないし、うん、まあなんかね、まあ、結局あれなんですよ、うん、何でもかんでもそこに入ってるが良くないっていうのはこれ一番なんです。そうですね、何でもかんでもでしょ、うん、要は僕らに至っては、はい、あの原稿もそこで書いてるからもう言ったら、うん、商売の生命線がそこに、そうなんですよ、でこの前書いてたよ、だからもう何回かね時たまね消えていくんですよ、しかもその消え方がね、あ消えましたやったらまだあれやけどね、一文字パッ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 ってすごい勢いで消えていくんですよ、一文字一文字、だからその死んでいく様が見せられる、おおおってな、止まらないみたいな、あれね何回かあるんですよ、だからもうこまめに、はいはい、あのコピペしてどっかに保存したりとかするようにしてるんですよ、うん、でも時のままちょっと調子に乗って書いてるやんか、はい、うん、でこうあの間違って消すやんか、消した時の消し方でね、はい、ドーッと消えていくんです、一文字一文字、それ多分あれじゃないですか、何回もババババババって打ってたら、うん、それが認識してズワーいってるんじゃないですか、長押ししてる認識になってるとか、あそうなんや、多分そういうことじゃないですか、うん、だから怖ってこうやってシャッと書きながら消えるんちゃうけど常にそれで書いてるから、ああ怖いね、うん、であのパソコンで打てっていう人もいるんだけど、はい、パソコンで打てたらね、うん、まあ活字が出てくるやんか、はい、だから活字半分ぐらい消えてる時あるよね、なんかえ、うん、そんなことありますか、あ、そうあります、うん、ほんまですか、ありますよ、あのこうドットの数がね、はい、ちょっと減ってるんですよ、それは、うん、そのパソコンの問題かもしれないけど、はい、でそこの部分をクリックしてもう一回やったらまたパッと元に戻ったりするんですよ、なんか知らんけど、そういうだからストレスがあるんですね、うん、だからもう原稿用紙になんかもうペンで書くの一番硬いんだよね、 ある意味僕らは、先生あのもともとその、うん、ね作家を始められた時って、うん、たくさんのねあの、はい、ご本がね出てますけれども、それは原稿用紙で、あこのこちらのパーフェクトブルーも、うん、原稿用紙で、原稿用紙でも残ってますからね、それはもう原稿用紙全部、じゃあこういうい や, でもでも原稿紙これも原稿用紙ですか、はいはい、あってなってくると確かにデジタルは不安ですよね、すごい不安で仕方ないしね、うん、デジタルで初めて書いたものは何かと言ったら、うん、はい、ガチョポンの約束って書いたんだけど、はい、あれがデジタルで書いたんちゃうかな、あ、うん、携帯で携帯とかで書いたと思うね、書いて携帯とか、うん、じゃああれですか、それ書いてらっしゃる時も、うん、バーッと消えたりとかもそうそう戦いながらでね、その時にはね、はい、コピペしてどっかに取っとくというやり方もわからんかったから、はい、もう剣のこう棒伝統を見守るだけやったんですよそんな、うん、うわ消えていってるどうしようってそんな無力な無力絶望感でバーッて、でしかもねパッと消えないと開けないんですけど、はい、一文字一文字タッ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 消えていくんですよ、ドワーッ止まれ止まれ、これは残しときたいっていうのを見せられていくわけですよね、バーッて消えていくわーって
あれなんかやるようないんですかね。今もそうなんですよ、今も消えるんですよ、うん、だからこれね教えてほしいです、この、あの、消さない、そうならない、なんかそうなるんですよ。というか多分そういう技術ってまだできてないと思うんですよ。ほう、うん、だからあの音声認識で止まれって言ったら、うん、止まってくれるとか、はいはい、やってくれたらいいんですけど、それはまだまだないんだ。だってあの先生ね、こんなこと言ったら、うん、はい、ちょっと怒られるかもわかんないですけど、はい、先生よく鳥さんの家でね、うん、音楽を聴くじゃないですか。はい、聞くんですけど。で音楽を上さんちってあの、はいはい、AI でありますあります言ったら、はい、うん、曲名やってくれるから、うん、大体曲出てこない時ないですか。そうそう、僕の言うリクエストする曲はないね。これね、ある、うん、北新地のね、はい、バーがあって、はい、すごいマニアックな、はい、まあ僕ら昔よく行ってたんだけど、はい、そこ元 GS のね、はい、あの子が人がやってるバーでね、はい、そこの自慢は、はい、あの今みたいにこのインターネットとかない時やから、うんうんうん、カセットテープに、はい、もうあらゆる歌を、はい、録音してるんですよ。お、はい、でそれ後ろにずらー並べてて、はい、どんなリクエストでもお答えしますっていうやつなんですよ。はい、あーすごいなーって、うん、で行ってリクエストしたら、はい、僕がリクエストした5曲が全てなかった、はい、いつ自慢なんでしょう。でも、うん、自慢で全てあることが、うん、でもえこんなんないのぐらい俺が出したの、えこれもないの、これもないの、えっていう感じだったね。確かに武井先生 の、うん、あのおっしゃってる曲って、うん、別にインディーズの誰かのじゃないですよとかじゃないですよね。結構ヒット曲とかもあるのに、まあヒット曲というか、うん、まあヒット曲の B 面とかね、そういうの多いんだけど、はい、あの向こうはもうそこまで全部やってますよと、はい、揃えてますよという自慢やったんやけど、はい、もうそれが、はい、まあ僕が行くことによって、はい、あのその天狗の鼻がへし折られた状況やったっすよ。あの鳥さんちの、 あのデジタルアシスタントもだいぶ天狗の鼻へし折る、僕はへし折ってます。へし折ってあのアワーズの大鳥くんも、はい、そのなんとかというシステム、あのアプリがあって入って、はい、これがええねんと、うん、もう全てのアルバムとか、はい、あの全部がそこでこう、はい、あの聞けるねん、もう網羅してると、網羅してるねんって言うから、まあ改めてそこをね、うん、そこを見て、はい、自分のあのこの曲がさ、はい、出てこない、ないねん。うん、ないねん。先生あれですね、うん、デジタルにだいぶこう不遇な扱いを受けてますね。そうなんですよ、あの、ね、分かるんですよ、はい、いろいろありますよと、はい、例えば浅田美代子の曲もありますよって言ったらね、はい、それは赤い風船はヒントしてるから、うん、それは入ってるんですよ、はい、いや僕はそうじゃなくて、例えば私の酔い待ち草とかね、はい、3曲目の、はい、こういうのがええわけよ、僕からしたら、はい、だからないね。サイキックでも流してらっしゃったあの曲ですよね。そう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 、はい、うん、うん、なかなかないね。うん、ああ、じゃあ B 面がない。いや、あの B 面はないのはまだ分かんないけど、うん、私の酔い待ち草なんて A 面やし、あ、A 面なんですか？そこそこでヒットしてます。うん、そういうのんですよ。だから僕はもう、はい、そういうの向きになって探すタイプやから、はい、絶対聞くまでは諦めないから、僕何回か見てます、うん、先生何回も言うてんの。だからこうラジオで流れてきた、はい、そのいい曲があって、はい、でこれを見つけるためにとかいう、まあ、そういう苦労話はまた後ほどまたねやります。わかりました、はい、ということで皆さん、デジタルにはどうぞご注意をということで、はい、また明日。